今回の雑学は、こちら。日本人の鼻は、なぜ低いのかと。日本人の鼻は、欧米人と比べると、低い。ちゃんと理由があるんです。昔は栄養状態が良くなかったからそうなったと。いうわけです。江戸時代の絵を見ると、庶民の鼻は低くて、大名の鼻は高く描かれていると。当時の絵から見ても、栄養状態に鼻の高さが変わってくるのは、わかると。鼻の骨は軟骨でできていて、栄養がいいと、甲状腺ホルモンが活発に働いて、軟骨が発達してくる。鼻の軟骨が大きくなれば、鼻も高くなると。もともと日本人は肉食を食べなかった。なので、甲状腺ホルモンの働きが低下して、鼻の軟骨が発達せずに鼻が低くなったということです。